ですもんね。ね、はい、タイムスリップの回はもう20話だもんね、うん、の後半に出てくる神社だからね、うん、ここで浅田美代子が結婚式挙げるの邪魔しに来る、そう、いつごろついてたんだろう、あら、もうここじゃん、もうここだ、名前なんだっけ、奥さんの名前、千歳と千歳とあ、出てこない、やばい、そう、千歳とかずみだよく出ますね、いや、今かずみ、それを今今そのシーンを頭に浮かべて、でもう一個先にあ、そうだよね、うん、今人が立ってるあそこの本殿みたいなところで、はい、それまでよーでね、もっと大きくうわーここだ、完全にここだ、ここだ、でも思ったよりこじんまりしたとこなんですね、なんかやっぱりテレビの撮影の技術って広く見えるんですかね、植木さんが、うん、この段の上にいて、うん、浅田美代子さんたちはもう中、そう、中ってか、うん、そのカメラマンさんが中、うん、そうだね、いやでも2人もあれか、中に入ってる、ね、赤い敷物の上にいる、ね、なるほどね、中までは入れませんが、本堂の中がこんなで、そこまでゆうすけたち来てる、そうだよ、うん、ここ再銭箱に肘かけてた、うん、でそこに植木さんが、うん、そこは入れないけどね、うん、入れないけど、狛犬とそうだね、こういう角度で、うんうん、映ってたんだね、すごいわ、ここはちゃんとお世話になったから、ちゃんとお賽銭あげてお参りしてから出ようね、うん、そうね、うん、だいぶ本日の佳境に迫ってまいりましたが、そうですね、はい、うん、ここは剣舞とか映り込むユースケが BMX で、そうそうそう、階段を駆け下りる、階段駆け下りてくるところだね、そうだからもう本当の第1話の冒頭の追いかけっこの、うん、なんとなく俺はほらその、うん、マスカルさんみたいにそのロケ地に詳しいわけじゃないので、でもこれってあの渋谷のあそこんとこじゃねえみたいな、うん、なんかそのなんとなくの予想はちょっとあった、なんかよく通る道ではあったので、まあ、仕事柄よく通るみたいな、そう、でもあの階段がまだ残ってると思うとちょっと、うん、なんかちゃんと特定しようみたいにならなかったんだけど、うん、そういうことを考えるようになったら最近だしね、そうだね、うん、でほっといても特定するバッグが近くにいるしね、そう、まあ、そういう人を見たから俺もちょっと言ってるようになっちゃったんだけどさ、これだそれだうわすげえ、ユミさんそこに放置車両あるから降りてくればこれで降りたら大変なことになるよ、うわでもやっぱりね、そこじゃないかなって思ってたよ、うん、はこうやって、ま、クランクで曲がるんですね、あのそこここめっちゃ渋滞するのね、車、あ、はいはいはい、でこう渋滞してる時に、うん、そことかで止まると、うん、この階段見えんのよ、あ、はい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 、だから、うん、でこれ渋谷の近くなので、うん、あのここってすげえ似てるなって昔から思ってた、うん、完全にそうだ、そうだすごいよね、ここから追っかけっこしたら気がついたら吉祥寺の三郎堂にいたわけだから遠いよ、すごい遠い、出演の時はスタントの方もいたんで、はい、スタン
あの格好の人が2人いました。ああ、なるほど、スタントです。まあスタントですよね、危なすぎますもんね。いや、ここをね BMX で駆け下りてくるわ、まあ、BMX ってそれ用の自転車ではあるが、あのそれのプロじゃないとちょっと危ない、うん、危ない感じで。これはなんかジャッキーちゃんぐらいしか俳優でやんないと思う。ジャッキーちゃんならやるよ、うん、なるほど。ここがケウトだと思う。モドケウ、なるほど。はいはい、なんかすごく都内の道知ってる人の感覚でロケ決めたのかなみたいな気がするね、うん、いやだから本当に俺ここのそこの渋滞でここ似てるなーってぼんやり思ってたのが本当だった。ここめんどくさいなーって思うんです。あの信号があるわけでもないので止まれなんですよ。ここぐるーぐるーっと来て止まれだからずーっとここが行けない時とかがあって、ここ嫌いなの。嫌いだけどたまにやっぱりどうしても乗らなきゃいけない時があって、まあ、でも山手乗ってて、うん、246で三茶方面行かなきゃいけない時とかは、うん、はいはい、来るしかないって。そっかそっかそっか、行きたいのはあっちなのに、ああ、そあっち右折できなくてここ回ってから向こう行く。ああ、はい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 、そういう道なの。なるほど、クソ面倒道、クソ面倒道。で、なんていうのかな、あのまあその絵コンテとかさ、うんうん、シナリオの中にそれが組み込まれてたことに今感動してる。何というか、ああそうそう、この道知ってると、うん、こっちの人は車、こっちの人は自転車なんだったら、うん、こっちショートカットって考えにもなるよね。なるほどね。なんというか、ああ、なるほど。ただ適当にロケハンして、うん、決まった絵柄じゃなかったんだ。今なるほどね。まあ、でも俺がチャリンコ乗っててもそんなめんどくさいんだったらショートカットするな。まあああいう風に降りてこれないだろうけど。そうだね、担いで。本日のラストに近づいてまいりました。ラストだね、長いんだけど、時間的に長いんだけど、あっという間な、いや本当よ。あっという間な感じで、朝のさ8時台からなんかやってるからさ。そうだね、朝の8時台から集まって、今日は結果的にだけど炎天下だったしね、まあ雨よりは全然。うわ、なんかすごいな。さあ本日のラストに近づいてまいりましたが、みのるさん、ここ大丈夫ですか。大丈夫ですか。うわー、 うわーすごい、すげー、うわー、マジか。すいません、取り乱しました。大丈夫です。ここだ。ここですね。この坂だ。この坂で 99.9 キロの速度で降りていけば。そうだね。降りていって、うん、多分その辺から出てくる。あそこの黄色い、黄色いポールぐらいかな。そうそう。あそこから出てくる。岡崎とぶつかってしまったら、タイムスリップすると。34年前だっけ？24年前か。うん。タイムスリップだ。あー、すごいな、これ。昔はここになんかお屋敷みたいな、ちょっといい家が建てたみたいなんですけど。ねえ。あ、それでも標識の。いや、表札は残ってるんで。この、ここの家はもうそのまんま。うん。閑静な住宅街なんで。ここで、多分その真ん中で。立ってるところぐらいで。うん。自転車が、こうあって。植木さんと、うん。3人でここを降りてけっていう。うん。やだやだって言ってんのにね。うん。過去から未来に戻るのに、その岡崎に一人だけ帰れって言った時に、うん、告白しようとしたりするのもここだよね。降りていきましょうかね。うん。なんか夕方っぽいイメージない？
方なのかな、昼間なのかな、あれは。でもあのあでも学校休みか、だって私服だったじゃない、あきちゃん、うんうん、俺が一番好きな格好と言ってるようなやつ。そうそうそう、いやでもね、好きな格好いっぱいあるんだよ。あの地味な家服、家着とか大好き。ジャージみたいなやつ。そう、ジャージっていうかね、なんか何そのダサい T シャツみたいなやつがやけに可愛かったりとかする、うん、うわー、ここをあの速度で、あの速度で危ないね、この坂。危ないですよ。危ない。これスタントなしでやったんですか。スタントなしだよね、多分映像を見る限りは。だって磯崎さんもやってる。降りてる、降りてる。あれも本人かな、スタントじゃない。これ相当怖いよ。結構出ますよね。うわで、やっぱり多分そこから岡崎が出てきたんだろうね、うん、ここからでしょう。このただなぜここから岡崎が出てきたのかわからない。何の用があって岡崎がここから出てきたんだろう。確かに。でも岡崎サイドの目線だとこうして、危ない、で、あーだもんね。で、こうで、うん、ドーンと。ドーンだもんね。泣いちゃうわ。ここに来ることになるとはな。その左の家がまだ残ってる感じ？うんうんうん。俺覚えてるもん。うん。まあ、あと前ね、あの、マスカさんと一緒に配信やったから、あの写真見たってのもあるけど、うん、あれは覚えてるね。急勾配の坂を自転車が降りてくっていうシナリオを作ったら、うん、まあ、それのロケ班やんなきゃいけないもんね。そうだね。当然急勾配のところを見つけましたみたいなさ、うん、あそこいいですよ、うん、ってなったんだろうね。もう大好きな回だからさ、あのタイムスリップ。ミミさん本当大好きだよね、あの。いや、あのピンチを2人で、うん、乗り越えたから最終回が泣けるんですよ、うん、確かに。アキちゃんを一人で帰らそうとするしね、うん、ユースケはね、男を見せるからね。そう、実際に目で 見るとさ、やっぱりその、うん、どこの現場もそうだったけど、うん、今日のあのお呼びをもう一回見直した時の感動すごいよね。ちょっと人生で俺味わったことがないやつが今来てて。すごい、多分これで家帰ったりしてまた見るとすごい、うん、そうなんだよね。しかもなんかこんなさ、うん、その初夏の夕方の一番いい時間じゃん。そうそうそう。あ、でもこれちょっと一生忘れねえな俺。ですか。何でもなくたって一生忘れないんです僕。あのこのシーンが好きすぎて。あ、でもあれだね、最初帰らせるときこんなぐらいの明るさだったね。あ、そっかそっか、それでだ。俺なんか夕方っぽく思ってるの。1回目あの帰らせるのに、まあ、失敗しちゃった時の。そうだよね、うん、10分ぐらいしか変わってないみたいな、ね、24分後。あ、そっか、24分後か、うん、そうそう、告白しようとしてんのにね。そうそうそう。で後半へ続くってなっちゃって、後半の来週へ続くってなっちゃって、うん、来週の頭も結局言えないみたいな。言えないまま。すごい、本当にすごい。言葉を失っている。もう本当に、ね、言葉出ないんだよね、あの生で見ちゃうと、うん。いつもあんだけいらないこと喋ってんだけど、あんだけベラベラ喋ってんのに2人で。いや、思い入れが強すぎるってでもそういうことなんだよね。そうだね。でもこれ実際降りたら怖いね。いや俺やだよ、チャリンコだったらやっぱ緊張するわこれは、ね、しかも岡崎が脇から出てくることを、まあ当然
リハでもやってるから、まあ、若干、まあまあ、そんな際どくは、際どくはやんないけど、でもそこは後で別のアングルで撮り直せばできると思うんだけど、うん、まずはそのそれなりに速度が出て、うん、降りてくのとそっち側から向かってくるのと、うん、絶対撮らなきゃじゃん。いや結構、まあ、ブレーキも当然かけてんだろうけど、うん、結構な速度は出ちゃうよね。あんまり遅いと今度リアリティないし、リアリティないから、うん、結構命がけのつもり、うん、その磯崎さんが一人で降りてるんだとしたら、うん、それはすごいことだよ ね。どんだけスピードを調整したとしても、うん、怖いもん、ここ降りてくるの。これは怖いよね。これブレーキこうやってやりながらでも、うん、やだよ。やだよね。うん、ちょっときつって。だなんかジャケットの下とかにさ、うん、なんかこう、いろいろサポーター入れたりとかして、望まないと、万が一の。もしかしたらそういうので衣装決まってる可能性あるよね。とか、そういうの考察するの好きだよね。そうだね。そのなんか制作人側なんだよね。なんかさ、うん、交差点なのにこれなんかいつまでも行っちゃうんだけど、なんでだろう。もういいですよ、いつまでその万感の思いが溢れてるというかさ、あの、わかる、わかるじゃん、俺がここに前の配信でも言ったけど、ここに着いた瞬間に泣いたって、泣いたって言ってたもんね、うん、泣くんですか。泣きました、泣きました。いや、ここ一人で、うん、今みたいにその池田さんが誘ってくれたりとか、うん、だって僕がいたりとか、なんかその楽しくなってきてるから、みんなでわーってやろう、うん、ですけど、多分一人で自分で特定して一人で来て自分の胸にしまってたら泣くもん。泣くんだ。うわ、ここだと思って。この話が話だからね、タイムスリップのね。そうなんですよ。蘇っちゃうし、やっぱりここをすごい見た記憶が残ってるし、なんか一二を争う泣けるポイントだと思うわ、ここ。うん、景色がいいからなんか余計そういう気分になるんだよね。そうそう、いや素晴らしい陽気な日にこれが撮れたな、うん、なんかさ、こう半分ネタみたいにさ、うん、お呼びでないやつお呼びでないやつって騒いでたけどさ、うん、昔は2000年代の頭の方とか、うん、覚えてる人がおにゃんこクラブとかもそうなんだけどさ、うん、覚えてる人がある一定数ちゃんといると思って言ってたの、うん、そのそうだね、俺の場合はライブのとか打ち上げとか、うん、まあ、鷲崎さんのメディアでちょっとやったりとかってやってたじゃない、うん、そのなんか本当にもう誰も分かってくれなくなってきてるからさ、お読みとかってさ、でなんか同じような感じで好きだったけど、その話しなくなったことって結構俺の中にいっぱいあるんだけどさ、うん、お呼びの話だけはしてたんだよね。あ、はいはいはい。メゾインここは知らないってことは基本ないのやっぱ、うん、今そうだ、うん、ランマ世代とか言われちゃうことはあるけど、うん、メゾンわかんないはあんまないんだよね。まあ詳しくはないだろうけど、うん、まあ知ってるよって、知ってるよああいう話でしょ、うん、話しやすい、うん、まだおにゃんこクラブもまだいける方、まだいける方。でもね、お呼びとね、高橋義明くんはね、なんかもうなんて新しい人が入ってきづらいものだから、うんうん、なんかそろそろ言えなくなってきてたんだよね、うん、あ、はいはい、人前で、まあ、コンテンツとしてもこれ以上増えることも当然ないし、それはもうずっと なかったわけだしさ、でも、まあ、今でも話誰も乗ってくれないんだったら、その話はもうフェードアウトになっていっちゃう。やっぱあまりにもエンタメになるとすごいよ、バイクで降りていくの怖い。今俺うーんって思っちゃった今。怖。なんか封印しようとまでは思ってなかったけど、うん、もうさらに世の中に言いづらくなったな。うん、まあ行ったところで知ってる人がいないから、だから結局湧きようがないから盛り上がらないから、うん、盛り上がらない。前提で無理に話すとやっぱり滑るから話さなくなっていくちゃうじゃない、うん、本当にやっぱりここ来たら俺はお呼びを忘れたくねえなぁ。本当に思っちゃって今。そうだよね、これを好きだったことだけはなんか覚えてたいなぁと思って、なんか高橋義明という人がなんか締めみたいになってるね今ね。そうだね、うん。
スガシカを流れてるでしょ、今。スガシカを流れてる。スガシカを流れてる。なんか、目標というかさ、うん、あのドラマに、ね、まあ、吉明さんというか、ゆうすけくんなんだよね。うん、風間ゆうすけっていう。ゆうすけくんっぽくある、うん、という人生だったから、うん、多少人生のまとめも見えてきてんじゃん、もう、アラフィフにもなると。まあ、そうね。俺は案外それのおかげでいろんな人に愛してもらえてすげえ良かったなとか思ってるよね、うん、本当に。多分それはゆうすけっぽかったからなんだよね。ああ、はいはい、うん、まあ、この坂来たら本当にそんなことばっかり駆け巡ってる今本当に自分の中二から先の 今まで、うん、走馬灯のように、うん、俺はそれで大きくなったんだ。でも一番多感な時期に出会ったドラマだからなおさらなんだろうね。本当、うんうん、中二でしょ。本当に中二、ね、中二病とかじゃなくて、うん、男として生まれたからには高橋義明を目指すべきだよね。目指すべきだね。高橋義明なのか風間雄介なのか。雄介なのか。でも多分さ、義明君のその、うん、イメージがずっといいのってさ、うん、多分本人が似てるというか、うん、あのそういう人だったんじゃないのかなって、うん、思えてしまうようなそれは素振りっていうか、うん、いや全く作ったキャラじゃなくてなんか自分もトレースした。いや逆にだよ、うん、あれを全くの作りでやってたら大したもんだよ。そうだね、うん、もっと小松しゃくれた子役だったと思う、うん、でもあれができたってことは彼の中にあれがあったってことでしょ、うん、若い役者さんってなんかそういうのでやりくりするじゃん、うん、だからきっとなんとなくだけどあの形そのままに近い状態だったって僕はなんか勝手に思ってすごく、うんうん、高橋義明っていう役者のイメージって我々は風間雄介になっちゃうよね。なっちゃうね。イコールどうしても他にもいろんないい役は多分やられてたと思うし、うんうん、だけどあまりに菅のつぼねとかって坊主にして坊主にしてあれ途中で亡くなっちゃったの。途中で降板ですよね。はい。でもいろいろな幅も増えてたと思うし、うん、彼が一番得意としてた素の部分を生かした役がやっぱりユースケだったんだろうなとは思うんだね、うん、まあしょっちゅうあの所さんにオンチだなんだかんだとか言われながらやっぱりさ、なんかさ、音痴だったこともすごいわ、あの、俺の中では幸いしてて、俺はもう音楽人だから、あ、はいはい、その音楽には厳しいじゃない。うん、あいつ歌下手だなとか、すごい言うんですよ。あいつピッチ悪いんだなとかって言うんだけど、うん、その、高橋義明のプラス点になってんの、俺の中で。歌が下手っていうのは。かわいいじゃん。キャラの、一特徴みたいな。見た目はイケメンなんだもん、すごい。で、スポーツもできる。できて。明るくて爽やかで、って。うんさあそのなんとかリア充じゃん完全に今の言葉で言ったらさ、でも歌が下手っていうそのなんかパーフェクト超人にはなれないなって そこがいいのよ。だからもうちょっとでヒーローなわけでしょ。あそっかそっか、うん、そこになるわけね。俺それが良かったと思うんだよね、うん、音楽好きだから歌下手なやつ嫌いなはずなんだけど、うん、すげえ好きなの高橋義明って。まあミュージシャンだけだよね、うん、歌が上手くなきゃダメなのは。彼はあれで良かったな、すごくあの歌だったのがすごく良かったなぁと思って。いやダメだ、泣きそうになってしまった。いやもうだって本当に好きだったんだな。目が潤んでるよ少し。ここまでとはここの破壊、この坂の破壊力は俺も味わったんで、わかんない。あの来週行ったらまた別のこと言ってるかもしれない、うん、お呼びポイントとしてはここ最高なんじゃないのかなってちょっと思ってここにいたっていうのがなんか何十分いるんだろうここに。もう結構経ってるよね来てからね。いやいや本当にありがとうございました。ありがとうございます、うん、なぜか坂にお辞儀をしているけれども
の坂を車で降ります。怖い。結構怖い。そこですね。30キロぐらいですけど。30キロで怖いですね。十分。うわあ。あの坂です。ありがとうございました。坂にお礼を言う。